の情報いっぱい、街角健生始まります。皆さんこんにちは。今日の街角健生は、新システムを導入しますます便利になった県立図書館を紹介します。人と情報の交わる場所として、本の貸し出しはもちろん、企画展やあらゆる世代向けの本の特集、皆さんの調べ物のお手伝いなどを行っている県立図書館。蔵書は100万冊以上、館内は開放感にあふれ、生い茂る緑がまるで庭園を思わせるような図書館です。この春、インターネットサービスが新しくなり、パソコンやスマートフォンを通じて図書館と利用者の皆様の距離がぐっと近づきました。まず読みたい本を探すのが簡単便利に。県内各市町の図書館と大学図書館の蔵書を一気に探せる横断検索がスマートフォンでもできるようになりました。県立図書館にある本を探すときには、表紙の画像が表示されるようになりました。次は利用者一人一人のためのマイページ機能です。県立図書館にない本で県内の図書館にある本の予約ができるようになりました。また今までに借りた本を確認したり、返却期限のお知らせの設定をしたり、自分だけの使い方ができるようになりました。さらに皆さんがお持ちのスマートフォンで利用カード情報を表示し、本の貸し出しもできます。失礼いたします。はい、こちらお願いします。どうもありがとうございます。少しですね。失礼いたします。他にもアーカイブシステムに登録した行政刊行物の検索や印刷ができるようになりました。インターネットサービスだけでなく、図書館の中にも人工知能 AI を使った絵本検索システムピタリエを全国で初めて導入しました。大きな木のオブジェが出迎えてくれる喫茶スペースもリニューアル。読書の合間に美味しいコーヒーやランチはいかがですか？県立図書館へは運賃無料、毎日30分間隔で運行しているフレンドリーバスのご利用が便利です。この春からは、福井県が誇る研究者白川静香博士にちなみ、古代文字をラッピングしています。5月6日までの新フレンドリーバス記念クイズラリーにもご参加ください。当館はゴールデンウィーク夏休み期間中、ほぼ休まず開館しております。ますます魅力的になった県立図書館へどうぞお越しください。